はい、どうも。絶望と悲しみと怒りと呪いのチャンネル、ネガティブマチャンネルへようこそ。まあね、あんまりね、いや、労働反対、絶対反対ですけれども ね、まあ、たまにはね、YouTube らしいね、くだらないことをしてみようと。じゃ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 ーん。さあ、なんだろう、びっくりマン、びっくりマンチョコならぬガンダムマンチョコっていうね、これが売ってたんでね、何個か買ってきてね、今日は第1回目としてね、まあこれからたびたびね、気が向いた時にね、開封してみようと思いますね。ガンダムマンチョコ、じゃあ開封してみましょうね。どんなカードが出るのか、なんかね、なんでしょう、ガンダムの名シーンがシールになってるね。いや、もう開けづらいですね。さあ、開けました。ね、これ子供の頃ね、僕貧乏だったんでね、友達の開けたやつ、これ死ぬほど食べましたね、僕ね。ありがたかったです、ありがたい。それはまあ、ちょっと待ってください、ちょっと待ってくださいね。これはまあ一つね、後でっていうか今食べますけどね、ちょっと待ってください、ちょっと置いといて。さあ、どんなシールが、どんなシールが出るでしょうね。まだ見てませんよ、僕は。ん？これなんだ？ダダダダダダダ。おお、ガンダム。なんだこれ、見えます？皆さん。ガンダム対、ガンダム対グフ。はぁ。ガンダム VS グフ、機動戦士ガンダムマンスペシャルエディションシールナンバー12ね。なんかね、こうやって説明が書いてますよ。皆さん読んでいきましょう。第19話、ランバラル特攻、グフに乗ってるやつですね。グフの両手を切り払ったガンダム搭乗者をただものではないと歴戦校舎ランバラルは見破る。噂、地震を打ち砕かれたアムロはガンダムで脱走。どういうことですか。ああ、なるほどね、はい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 、ありましたね、ありました。こうね、グフがね、そうそう、ランバラルがこうガンダムを切ろうとした時に、ガンダムがこうね、そう、佐々木小次郎のツバメ返しのようにこう下からガーッと両手をね、両手のここぐらいをガーッガーッと切るやつですね。フィシーン、何みたいなね、ただものではないみたいな、そういうシーンのシールですね。ね、大人になったらね、ランバラルみたいな渋い男になると、僕も自分自身をそうなるんじゃないかと、ね、イタリア映画に出てくるようなね、そういうかっこいい渋い男に、ランバラルみたいな渋い男になるんじゃないのかね。こうガンダムがね、下からね、切ってます、ね、そう、分かりづらい、分かりづらいですね、分かりづらい。
ビシューン、ハウっていうね。グフはね、好きでした、僕はね。やっぱりね、青い機体っていうのはなんか好きでしたよ。ただね、なんでしょう、ああ、ここはあれですよ。どうでもいい話、僕は自分の財布にね、そう、違うシリーズのガンダムシリーズのこのズゴックを財布に入れてるんですね。なぜなら僕はズゴックが大好きだからです。ね、シャーズゴックも好きですけどね、普通のズゴックも大好きです。いいですね。360度を見渡す物合い、特徴的な水陸両用重モビルスーツ、東部ミサイル連射しながら体当たり攻撃かまし、水中戦は独壇場、ね、ズゴックかわいいですよね。ズゴックはね、そう、ズゴックのフォルムが好き。ジオン広告軍の噂、宇宙船非対応だが、地球連邦軍凌駕する水陸、なんていう、もうね、目がね、おじさんになってね、目が細かいのがね、見えないですけど、なんとかモビルスーツとして誉れ高い、ズゴック。これいつも、ね、財布に忍ばせております、特に意味はないんですけど、まあとにかくね、今日はガンダム VS グフのね、名シーンがね、グフこれ多分ね、グフが斧かなんかを振り上げたところをさっと引き、ね、ビームライフルかなんかでね、いや違うか、なんかこうね、あれで切ったんですよね。シャーッ、はい、ガンダム対グフ、良かったです、ね、これ非常に僕、確かにグフ大好きです。っていうかランバラルが大好きですよね。かっこいい、名前がかっこいい、ランバラル。僕もさ、そういう渋い男になってね、渋い生かしたお姉さんとね、なんか暮らすんじゃないかって思ってましたけど、そんなことはまるでなかったんですね。ではこれをいただきます。うまいです。ではね、本当はね、僕は小麦立ちをしてるんで、あんまりこういうウェハース的なものは食べちゃいけないと思ってるんですけど、まあたまにはいいんですよ。そう。では長くなってもあれなんでね、今日はガンダム対グフ、ガンダムマンチョコでガンダム対グフの名シーンが当たりましたということでね。ではまた会いましょう。ネガティブマンでした。ランバロー。